都市、亀岡市、大津市、そして京都新聞はパートナーシップで目標を達成しようという精神に基づき、グッド身近に刑事 SDGs プロジェクトを開始します。ご覧いただく方に、国連で策定されたグローバルな目標である SDGs をより身近に感じてもらい、取り組むきっかけになればとプロジェクトを立ち上げました。今回、学生や企業の方々にもパートナーの一員となってもらうことができ、産官学でこのプロジェクトを開始していくことになりました。今回は京都学生祭典の食企画に参加します。京都学生祭典は大学生がプロデュースするお祭りで、毎年10月に開催。期間中は約10万人の来場があり、学生の街京都の秋の一大イベントです。食企画はどん食べて未来ビルドンというテーマで、SDGs を意識した丼メニューをさまざまな団体が販売することになっています。刑事 SDGs プロジェクトでは、学生祭典の実行委員と高校生が協力して、食企画で販売・提供する SDGs な丼のレシピ作りに取り組みました。丼には亀岡市のお米を使用します。レシピの中には SDGs な食材や郷土料理の要素なども入れていこうと考えていました。当日販売するためには保健所の許可も必要ですので、条件をクリアしたメニューしか販売できません。理想を現実に合わせていくために何度も話し合いを行いました。何度かの話し合い、保健所への作業工程の提出を経て、試作会を開催しました。京都市立紫野高校では、ホームメイキング部の高校生たちと学生祭典の実行委員とで試作に取り組みました。みんなの中で投票して、どっちがより美味しいとか見た目いいとか SDGs のテーマに沿っているとかで、カレーって感じだ。そうやんな。1キロですよね。はい、そうです。1キロで、ね、私はチモッパ丼を作ったんですけど、具材をバランスよく盛り付けるのが難しかったです。いただきます。うまい。チモッパ丼の方が具材の組み合わせが良くて美味しかったです。滋賀県立大津商業高校では、3年生の生徒たちと学生祭典の実行委員とで試作に取り組みました。調理実習とかやっぱりコロナとかでできなくて、できるのかなって思ってたことがたくさんあったんですけど、めちゃめちゃ感無量みたいな気持ちですね。めちゃくちゃ美味しかったです。でも500円やったらもう僕12杯ぐらいもいけるぐらいもう美味しくて、もうびっくりしましたね。錯誤ありましたが、みんなで力を合わせて販売できる SDGs な丼のレシピが完成しました。なお、この丼は2024年10月13日、京都市の平安神宮前岡崎プロムナード一帯で開催される京都学生祭典の会場で販売いたします。売上は
フードバンク活動団体へ寄付することにしていますので、どうぞ皆さん当日会場に食べに来てください。第22回京都学生祭典、来てください。